ちゃこんにちは、はい、さあ、ゆだかさん、はい、いよいよ FA の、講師の期限が明日に迫ってきました、はい、まあ、そうやな、はい、あと24時間ちょっとだと思うんですけど、まあ、講師してる人間もいるけどもね、熟考してる人間ということで、はい、まあ、どうしたらいいのかとか、はい、どうするべきなのか、はい、あ、こうなるだろうとか、お、予想を勝手に勝手にしていきましょう。まあまあね、はいはい、まずは、講師をされている人ではなく、今回はまだ熟考の方です。そうです。本当に熟考してんのかな。いや、まずは、まあ、熟考するだろうな、はい、人生だもんな。今回の、もう講師どうするという目玉になっている一人、はい、阪神の大山選手です、はい、まだ何も動きがありません、今のところです。まあ、そうやな、はい、ただ1週間前でしょうかね、2週間前に代理人をつけましたという記事だけは上がってきました。代理人が今までいなかったんだね、はい、うん、ということは、うん、やっぱ直接球団とも話したくないんじゃないの。気まずいのもあるし、うんうんうん、まあ、他球団の話を聞くにしても、はい、やっぱワンクッションを置きたいとか、うん、まあ、そういうことがあるのかなって。人がいいからこう丸め込まれちゃうんじゃないかなと、わかります、な感じがするんだよ。そうですよね。いや、だから、まあ、本当に熟考してると思うし、はい、その代理人には自分の意向をしっかり伝えてると思うんだよね、うん、はい、だからこれがだどこがどういうふうな動きをしてくるかっていうのをもうちょっと見たいのかなっていうな。なるほど。大山はね、見たいとなると、もちろんバッターですので野手ですので、野手の誰かの動きを見ているのか、はい、うん、なん、まあ、多分阪神球団側とは何らかのこう例えばこう提示とか、いや、もうしてるよ。なんか4年で16億っていうのが出てきたじゃないですか、うんうん、それはその阪神側が一応提示してる金額なのか、それともそのぐらいの相場になるだろう。いやいや、まあ、阪神が提示してると思うよ。4年16億だ、それが基本線に18になるのか20になるのかっていうことなんですよ、ね、これ20になったら俺は動くと思う。本人は4億違うんだよ。大きいですね。でかいでしょ。4億は大きい。4億は大きいよね。ってなると、これ大山選手を狙っている球団というのが、はい、まあ、巨人とカープが獲得調査に乗り出したというのは実際に記事にもう出ているんですけれども、はいはいはい、巨人とカープは今ずっと注視しているような状況なんですかね、大山選手の動きを。いや、そりゃそうだろうな。まだ動いてはいけないんですよね、もちろん巨人もカープも。いや、動けない、ね、それはタンパリングになって違反だから。ダメですもんね。だからもう本当に行使したら動くというね、うんうん、いうことなんだよ、はい、いうことだよね、うん、まあ、だけど新聞に飛ばし記事を、はい、書かせることはできるからね。なるほどな。まあ、例えば、いや、もう大山だったら20億払ってもいいよみたいな、まあ、記者さんに、まあ、例えば ね、 ありますね、ポロッとこう言っとくとか、うん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 、そしたら大山20億で巨人が動くみたいな書いてくれますもんね。そしたら分かるよね、本人分かりますもん、ね、分かるよね。だからそれが本当なのかっていうのは代理人に、うん、確認させればいいし、ね、まあ、多分大山ってお金とか、うん、まあ、そういうことっていうよりもそうじゃないような気がするんだよね。だからといって阪神に不満があるわけでもないだろうし、うんうん、そうですよね。ただやっぱこう環境という意味で、うん、いや、まあ一回変えてみたいとか、はい、そういうのもあるだろうね、うん、まあ、梶谷の時に、うん、梶谷が FA する時に、はい、巨人にね、うん、やっぱ坂本と一緒にやりたいと、うん、まあ、そういう人に惹かれるケースもあるよね、はい、誰かとちょっと一緒にやりたいとか、うん、なんかこうユニフォーム着てる間、体を動ける間に誰かと絡んでおきたいとか、はい、まあ、そういうことはやっぱこうあるんじゃないのかなっていうような気はするけどね。そうですよね。あとは環境、例えばよく言われているのが、おいもせず在京球団にもしかしたら希望なんじゃないかみたいな、うん、まあ、茨城だからね、か、はい、なので、うん、まあ、これはね仕事だから、うん、そんなことはないと思うよ、うん、まあ、山崎幸也の時痛い目あったから。そうですね、間違いなく関東だろうみたいな確かにな。そしたら北海道まで飛んじゃったから。そうですね。いや、だからなんていうの、自分がやっぱこう誰とやりたいか、環境とか、うんうん、まあ、阪神なんかねやっぱ応援してくれてるとか、はい、そういうことを考えるともう最高なんだけどもさ、うん、まあ、だけどその環境を自分で変えてみたいと思えばね、うん、それはやっぱ変えられる権利を取ったわけだから、はい、だから そこに動く可能性もあるよね。これじゃあ阪神に残るとしたらどういったことが例えばプラスとなって残るのか、出るとするとどういったことで出るのかっていうと、残るってなるとそれはもう
まあ、誠意だろうな。ポジションはね、だって確約されてますし、いやいや、もうポジションはもう不動でファーストで4番ですからね、まあ、4番だから、うんうん、これもし巨人が行くとすると巨人側はどういうふうに口説くんですかね、大山選手のことを。これ皆さん言ってるのが、岡本選手が、うん、あのメジャー挑戦するのはライオフ、もし挑戦するとしてもライオフ以降じゃないか、で坂本選手もまだいる、三塁とファーストいるという中で、じゃあ大山選手の使われ方っていうのはもし行った場合どういうふうに球団側が口説くんだろうとか。やっぱ不動で使うと思うよ俺は。それは、まあ、坂本選手の、大山をファーストにしておいて、はい、ね、基本的には岡本がサードだよ、はい、で坂本を使うときには岡本がレフトだよ。これなぜかというと、やっぱレフトを経験させておかないとメジャーに行きにくい、行きづらくなるんだよ、やっぱ内野としたら、はい、だからやっぱ外野もできますよということをやっぱこう示しておかないと、うんうん、まあその市場ということには乗りにくいかなっていう。そうですね、やっぱね、打てる野手っているんだよ、うん、ね、それでサードの守備っていうのはやっぱ向こううまいよ、はい、うん、肩も強いしさ、うん、で岡本が下手だっていうわけじゃなくて、うん、やっぱねレフトぐらいだったらなんとかなるよ、メジャーでは。メジャーではね、うん、あれだけ岡本のパワーとか、はい、を持ってすればね、まあ、チャンスは出てくるよね、うん、だからそのチャンスは生まれるように、まあ、大山がファースト、はい、で岡本、その控えに坂本、はい、で坂本を使いたかったらレフトに岡本、うん、でサードに坂本っていうことになってくる、まあ、そういう風になってくると思うけど、ね、あともちろん金額も多分阪神が、はい、サイドが提示したものよりもさらにプラスアルファ いや、それはもちろんそうだよね、そう、もうそうじゃないと失礼だよ。そうですよね、うんうん、もしこれがカープが、まあ、獲得調査に乗り出してますけど、カープだとどういう提示条件っていうか出してくるんですかね。まあ、カープはファーストの確約でしょ、うん、 そうです。それと金額がどのぐらい出せるかわからないけども、うん、まあ他が取りたいぐらいの同等な金額ぐらいを出すと思うよね、うんうん、大山って広島にも合いそうだけどね。いや、いや、あのね、広島ってやっぱね人がいいよ。あ、うん、あの人、うん、なんかそんな感じがするんだよ、うんうんうん、だから大山もそういう一人のタイプだからさ、はい、なんかすごく合いそうな感じがするね。ですよね。まあ、新井監督がすごく大事にしてくれそうな、はい、まあ、巨人が悪いって言ってるんじゃなくて、うん、巨人はやっぱりより厳しいからさ、うん、あのやっぱこう勝たなきゃいけないというね、はい、まあ、使命感がすごく強いチームだから、うん、阪神もそのぐらいのプレッシャーを感じながらやっぱりね4番を務めて、うん、で、まあ、巨人に行ってまたプレッシャーがあってみたいな、はい、まあ、プレッシャーがあった方がいいとは思うけども、うん、でも広島も似合うなというふうには思ってるけどね。これ豊さん的にはじゃあ阪神に残る、こう手を挙げずに残留しますというか、はい、もしくは、まあ、その残留宣言、宣言残留も含めて手を挙げそうか、大山選手どっちか。俺は一旦手は挙げると思うよ、うん、そっからまた熟考だよ。そっからさらにですよね。あ、まあ、とりあえず手挙げようと。いや、決めかねるよやっぱ。そうか、やっぱ大山にしたって最後の多分 FA になるぐらいの感じになると思うから、はい、だからやっぱり一回手を挙げて他の球団の評価を聞きたいと思うんだよね、うん、俺は、はい、だから俺は一旦手を挙げてそこからの熟考になると思う。なるほど、まあ、あの残留も含めてのもちろん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 、はい、さあそれを阪神が許してくれるとね。そうですね、阪神が、いやもう手を挙げるんだったらうちは結構だって言われると、はい、挙げにくくはなるけども、確かにな、うん、だけど俺は手を挙げると思うよ、うんうん、一旦ね。そうで、阪神もそんな冷たいことはしないと思う。そうですよね、うん、まあ、やっぱり代理人をつけたっていうことも一つそういう要素もあるな、ありますよね、はいはい、さあ続いて中日の高橋周平選手はまだ熟考というところで、すで、はい、にあのベイスターズが獲得調査に乗り出しているというのは先週も記事に出ています、はいはい、ここはどうなりますかね、豊さん。やっぱ周平はね、働き場所だと思うし、はい、俺まだまだ本当に使える選手だと思うんだよ、うんうん、ね、で、あれだけバンテリンドームでやってて、はい、そこでホームラン打てって言っても、うん、やっぱ周平の力じゃ本当に完璧に打たないと入らないよね、はい、だからそれに悩んでた部分があると思うんだよ。なるほど。そしたら、いや、広角にもう本当に出塁率だけを、はい、
考えてくれって言ったら、俺まだまだやっぱり守備にしたって、うん、一塁三塁できるしね、はい、まだまだ俺は使える選手だと思うから、うんうん、もし中日で福永とか、はい、石川とか、はい、まあ、そういった若手をもう使っていこうっていうふうに、うん、まあ、井上監督が、うん、まあ、井上監督がというかチームの中にそういう雰囲気が出てくるようであれば、はい、俺は出ると思うな。今それを出た方がいいと。これって例えば今監督だったりしてその首脳陣に自分の来季の使われ方っていうのは交渉の場では聞ける？聞けないんですか？聞けないけど、そのキャンプの進め方だとか出てたら大体わかるよ、はい、あ、もう俺相手されてねえじゃんみたいな。そうか、そう、わかるわかる。肌感で感じるんですね。肌感わかるよ。わかる。それはね、監督とすれば、はい、ね、立浪監督、片岡ヘッドが一生懸命若手を育てた、これをやっぱ温めようと思ってるよ。球団、そうですね。で、その方が責任がないもん。うん、で、周平をまた戻して、ね、お前頑張れってなかなか言えないと思うよ。確かに。その空気感は俺あると思うよ。だからといって、じゃあ自分控えでいいです、ベンチスタートでいいですっていうわけじゃ嫌ですよね。いや、まだまだ周辺できるよ、あの子は。そうか、うん、で、もうベイスターズの獲得調査の記事はもう見てるわけですもんね。見てるっていうことは、豊さん的にはどう思いますか？ただね、DeNA かって思ってると思う。それはなぜか宮崎いるもん。まだそうですね。そう、だから宮崎と併用になる、はい、完全に併用かというと、うん、やっぱ宮崎が7、周辺が3ぐらいになると思う。そうか。だからそこで納得がいくかだよな。そうですよね、うん、だからまあ例えば西武とか三塁手、うん、そこでもいいよね。いいですよね。で、楽天でもいいんだよ、はい、浅村のサードっていうのはやっぱり、うん、浅村とも話したけど、はい、やっぱ難しいって言ってたから、うん、じゃあ浅村のバッティングを生かすんだったらファーストに行って、うん、周辺をサードっていうこともあるよ。なるほど、そうか、うん、だから周辺は使える。そうですよね。もうこの動画で言っとくよ。おお、なので手を挙げれば、まあ、DeNA 以外でももちろんちょっと調査乗り出したい。あるな。ありますか？俺もあると思う。ああ、やっぱりそっか、うん、ただロッテは安田も育てなきゃいけないし、上田っていうのもいるし、で、中村っていうのも浅村同様セカンドからサードにコンバートして、うん、じゃあ守備がどうだったかっていうと、やっぱりね、もたつくんだよね、はい、もう気持ち分かるんだよ、うんうん、だから中村をまたどっかへファーストとか、はい、でも外がおるとか、うん、ね、でも動かしたところで安田とかいるから、はい、だからまあ獲得にはいかないと思うけど、でも俺は周平だったら獲得するところはあると思う。そうなんですね。ということは手を挙げそうですか、残りそうですか？俺は手を挙げると思う。挙げると思う。わかりました。さあ、続いて阪神のキャッチャー坂本選手です。はい、坂本選手も今熟考中ということです。いや、これは挙げるな。え、それはどうしてですか？これはやっぱ甲斐が、あ、だからね、他のキャッチャーとの兼ね合いがあるから、はい、甲斐が行使するそうですかもわからない。まあ、一応おそらく行使をするだろう、決定だろうと。まあ、行使して残留かもわからないけども、はい、でも坂本もそれだったら手を挙げて甲斐の動向だよ。もうここ次第になってくるわけですよ。いや、そしたらそこにスッと入れるから、甲斐が移動したとしたら、はい、だからそういう駆け引きは坂本はしてると思う。これね、キャッチャー、まあ、大城選手、坂本選手、そして、甲斐選手という、まあ、3キャッチャーがこっちで、FA で、甲斐選手が、あ、そして木下選手ですね、はい、木下選手も行使しました、はい、で、甲斐選手と木下選手が手を挙げたことによって、やっぱり各球団、あ、キャッチャー欲しいなって。いや、だから、その井上とのパイプがあるかもわからないよな、監督と中日の坂本選手が。そうそうそう、だからヘッドやってたじゃない。その時のつながりが坂本にはあるかもわからない。だからもう話をしてるかもわからないね。いや、これはもう想像でしかないよ。そうですね。想像で、いや、してるって言えないからね。そうですよね。してるかもわからない。中日は、いやいや、お前もう来いよ、うちに行って、うん、それを聞きつけた木下が、いや、じゃあ俺はお前行使するよみたいな。なるほど。だから、そういう兼ね合いがあるからね。現に今12チームキャッチャーってやっぱり欲しいっていう球団多いんですか？いや、
あのね、まあ、例えばその DeNA なんかは全くいらないよね、はい、雄大がいて松尾がもう控えててみたいな。そうですね、だって山本雄大が優秀だから、うん、松尾をコンバートしようかって考えるぐらいの球団だし、まあ上から行くと日本ハムなんか全くいらない、ね、いりませんね、な、うん、でやっと太田が、ね、はい、一人前になってきたみたいな、うんうんうん、で西武は古賀がいると、はい、ね、まあ、西武はもう一人ぐらいいてもいいと思うけども、だからロッテ、まあロッテもそうだな、ロッテも一人ぐらいいいな、いるな、もう一人ぐらい、松川があの佐々木朗希が抜けちゃったからさ、そうなんですよね、相棒がいなくなっちゃったからちょっと寂しい、ちょっと悲しいよね、はい、とかもう一人いてもいい、まあそうだな、まあ、ヤクルトはいらないな、そうですね、うん、だからまあそんなに特にいるかっていうと、うん、そうでもないけど、うん、やっぱいる球団はしっかりあるな、ありますね、あるある、出ていかれそうな、それはね、やっぱ坂本なんかやっぱ優秀だし、はい、甲斐とか木下とかやっぱ使えるよね、甲斐なんかもうナンバーワンだろう、ですよね、ナンバーワンが出るってのはやっぱソフトバンクの牙を一本抜くような感じになるから、そうですよ、それはやっぱこうどっか取った方がいいよ、必死に、そうですよね、うん、これとかね、先ほどその坂本選手で木下選手中日の出るので中日行くんじゃないのかなって予測してましたけど、これ同一リーグのキャッチャーっていうのはあり得るんですか。いや、あり得る、あり得るんです、ね、それはもう手挙げたらしょうがないそうですね、いや、おいでってでもデータはもうそっくりそのまま持ってくるよ。そうですよね、もう今から回収しておかないと、ね、ペーパールー、ね、ペーパールー、そうですよね、じゃあ坂本選手手を挙げる、俺は手を挙げると思う、で手を挙げてもちろんあの後の兼ね合いだな、あ他のキャッチャーと、いやみんな行使して、うん、あの残留っていう形もあるから、そうですよね、いやだからそれはやっぱこう坂本っていうのは熟考して、うん、働きやすいところにスッと行くんじゃない、あのもちろんあの手を挙げれば他球団欲しいというところは何球団もあるということですよね。でもう一人やっぱキャッチャーといえば巨人の大城選手なんですよ、はい、で残留するのか、それともなんか一部で残留濃厚かみたいのが出てたんですけど、本人は数日で分かると思いますっていう言葉を残してるだけで、他のキャッチャーの動向じゃないの、これ甲斐選手手を挙げましたよね、やっぱねこのままだとやっぱ大城の出番ってやっぱ少ないよ、うんうん、やっぱそこは岸田選手とか、うん、だって東郷でも最後組ましてもらえなかったからね、そうですよねだから確かにやっぱ負けれないって言った時に誰を信頼して使うかっていう、なんと岸田だったからねそうなんですよね、うん、いやだからこれはちょっと他のキャッチャーっていうのは移動が激しそうだから、うん、俺は一回手を挙げてもいいかっていう打診は巨人にすると思う、いや手を挙げたらもううちはって言われたら、うん、手は下げるかもわからないけども、はい、いいかって言ったらもうそれはいいって言うしかないよね、そうですよね、うん、そしたら手を挙げて他の動きがあるよね、うん、これやっぱソフトバンクの甲斐選手なんですよね、やっぱりちょっと肝となってくるのが、巨人はこれソフトバンクの甲斐選手が手を挙げたことによって調査に乗り出すんですかね、やいやそれは大城が手を挙げたら、まあ、甲斐絶対調査するよ、そうですね、これ大城選手があの残留しますと言ったらもうそこは手を引くんですよね、巨人は、いや俺はねパリーグが結構熱いものを出してくるんじゃないかなと思う、ドイツリーグでそれ甲斐を取れたら、うん、ソフトバンクのね情報っていうのもあるし、はい、それはデータが全部入ってるからね甲斐は、ですよね、うん、いやだから、まあ、例えばオリックスだってお金あるからね、あそこ、そうですね、山本由伸選手の分がバンバン入ってくるからそうですよね、とかあとは西武、まあ西武もそうだな、いいピッチャーいるからな、ね、だからキャッチャーの心理からすると、うん、やっぱ受けて勝たしてやりたいな、勝たしてあげたいなとか、はい、そういうのは自然的に思うだろうし、うん、日本ハムも面白いかもわからない、確かにそうか、そのやっぱりソフトバンクっていうチームの頭脳を甲斐選手が持ってるっていう、そこがいやだからもう抜かなきゃダメだよ、牙をね、牙を抜かなきゃいくぐらいじゃないとダメだよ、そうですよね、だから彼なんかお前年俸なんかとんでもないことないよ、ね、多分すごい跳ね上がるんじゃないですかね、でセリーグもどうなんでしょう、甲斐選手キャッチャーとして欲しいっていう、
いや、それはある、うん、それはもう中日だって海外一人いてくれたら、まあ、ピッチャーがいいだけにね、はい、やっぱそれをそこそこしてくれるし、うん、でも坂本が抜けるっていう風になってくると、やっぱ阪神っていうこともあるだろうし、うん、で巨人は大城選手との、うん、そうそうそう、ただ例えば大城選手が球団側が、あ、ソフトバンク甲斐選手にちょっとなんか動き出したなっていう、なんかそういうものを察知したら手を挙げようかなとか、いやもう期日まで手を挙げるかどうか しなきゃいけないから明日はですね、ただやっぱだから手をもうとりあえず上げとかないとそういう交渉ができないから、できないですもんね。だから手を上げた瞬間に巨人が、あ、俺じゃなくて甲斐のとこ行ってるよみたいなことになったら、そしたらもう他の話を聞くような、いやもう岸田と甲斐がいたら、小林が3人目いたらもう俺は何なんだと思うよね。出られない。で大山来た、うん、あれ俺どこ行くのファーストも行くの、いやそうなってくるんだよ。だから同行が必要なんだよ他のですよね、うん、それを踏まえた上で大城選手は宣言残留、残留宣言も含めて手を挙げる挙げないどうだと思いますか。いや手を挙げる挙げる、分かりました、はい、そして、DeNA の強打選手も、うん、まあ、FA 権を持っているということなんですけれども、強打選手はどうなん、移籍とかも含めてどうするんでしょうか。だ中日だな。え？中、いや中日次第かもわからない。戻る可能性？可能性はなくはないと。なくはない。だってもう DeNA にいても、はい、やっぱ多分守れないと、まあ、出番があんまないと思う、うんうん、そうなってくるとやっぱ古巣の中日である井上が取るかもわからない。まあ、ショートっていうと、まあまあ、あの控えというか何かあった時っていうことになるんですか。まあ、ね、まあ、村松選手がいますから。でもしないか、なかなか。どうなんですかねそのあたり。たっちゃんが出したからね。そう、それをまた持ってくれたら喧嘩売ってんのかお前みたいな感じになるしな。で京田選手もどういうことみたいな。どういうことっていうか、まあでもね、うん、選手側からすると、はい、ああいう形で別に中日が嫌で出たわけじゃないじゃない、はい、でもね中日に愛着が強打持ってるっていうことは絶対あるんだよ、うん、だからあの指揮官がどうであれどうのこうのじゃなくて、やっぱ戻れるんだったら 戻りたいっていうのは俺は選手だったらあると思うよ。そうか、まあ、監督も変わったし、そうだね、だから監督云々とかじゃなくて強打の気持ちは、いや FA 取って給料上がらなくてもいいけど、はい、中日がいやお前必要だから来るかってもう一回戻るかって言ったら、うん、俺はなんか手を挙げたら中日が来てくれたらスッと戻るような、うん、他でっていうのはそんなに考えてないと思うけども、他球団でっていう、うん、やっぱ俺中日に、あ、俺強打は愛着があるんじゃないかなっていうような気はするけどね、うん、そうか、じゃあ強打選手がまあ、FA 権あるのでそれをちょっと使うというか、ね、先に井上に電話するかもがある。あのーすみませんっておーとか言ってもう帰ってくるかみたいな、わかりましたって、これもタンパリングになるのか、ね、これはまあ想像、あくまで、まあ、あくまで想像だからね、はい、あの空想ですので、はい、いやだけど、まあ、そうやってね、うん、横のつながりってあるよね。まあそうですよね、縦横、いろいろ、うん、ね、誰かの選手に LINE して選手監督に聞いてもらうとかさとか、はい、ね、とかなんかね、あるかもわからないし、ね、しかも手挙げてどこも結局来なかったなんていうね、悲しいことになるのは避けたいですしね。いやもう いらないからみたいな言われたら最後だから、もう最後どこもね行けなくなっちゃうっていうのもあるので、そこら辺はやっぱり選手も熟考してるっていうのはあるんでしょうね。いやどちらにせよもう期限は明日、はい、まあそうだな、はい、13日までなので、はいはい、まあね今日、まあいい判断をね、はい、まあ本当にあの自分の権利だからね、取ったわけだから一生懸命頑張ってね、はい、まあそれを最大限活用してください。はい、はい。